同盟の司祭特別して、津々と呼ばれた。ポルトガル北部のセルナンセリエに生まれ、少年のうちに、日本に来て1580年、イエズス会に入会、長じて日本語に長け通訳にとどまらず会の会計責任者として、キート貿易に大きく関与し、権力者との折衝にも当たるほどの地位に上り詰めたが、後に陰謀にあって1610年、 マカオに追放された。マカオでは同じく追放されてきた、日本人信者の死亡に当たったほか、マカオ市政にも携わり、民の朝廷にも派遣された。日本機関を絶えず願うも叶わず、マカオに没した。日本語や日本文化への再覚をもって、文法教科書、日本語文典、日本語小文典を表したほか、日本教会史の著者としても知られる。ロドリゲスは、 1561年に、ポルトガルのベイラ地方ビゼウ県のセルナンセイリエに、生まれる。家族や日本に来るまでのことについて確かなことは何、一つ知られるところにないが、セルナンセイリエは、山深い、田舎であり、彼自身述べているように、ポルトガルでは、教育を受けていなかったと考えられている。ロドリゲスはポルトガルを1574年頃離れて、インドに向かい、 マカオを経て1577年日本に到着した。ロドリゲスが日本に到着してから1580年に、イエズス会に入会するまでのことは詳しく知られないが、この間、K に行ったこと、耳川の戦いに合わせたことは後に自身で書き残している。その後1580年、ロドリゲスは、イエズス会に入会し、新設の修練院に入った。それは、同年、 同会巡察士のアレッサンドロ・バリニャーノが指示して、薄木に修練院、府内にコレジオなどの教育施設を建設させたものであった。初期の教育施設は、書籍などの教材にこと書き、バリニャーノ自身修練院で講義をなすなど、教師の優秀さに頼ったものであった。ロドリゲスは1581年に、府内のコレジオに移り、人文学の過程で主にラテン語を学び、 優れた教養で知られた大型県パウロにより、日本語の指導も受けていた。また、ペドロ・ゴメスによって、ヨーロッパの自然科学の講義もなされていた。83年より、哲学の過程が始まり、人材不足などの影響により、18ヶ月で過程を終え、85年から、スペイン人進学者、ペドロ・デラクルスについて、進学の過程に入る。しかし、これも、 島津市の大友市信仰によって、コレジオと修練院は山口に退避し、翌年に豊臣秀吉が施役員全州の働きかけによりバテレン追放令を発するに至り中断させられる。1587年に再び進学を学び始めたが、人文学の家庭の講師になったため、再び中断する。88年には、安土から、 あリマりの八両に移転された、神学校で、日本人学生に、ラテン語を教えることとなった。90年に進学を再開したが、91年は、通訳として、バリニャーノに従っていたため、長崎に戻ってからの92年から95年に、かけて、諸星人をサウィンで終了したとみられる。ロドリゲスは、1595年10月、同時に、 司祭除海を受けることになった除海志願者と共にマカオに旅立った。日本にはまだ司教が到着していなかったからである。1593年日本司教に任命されたドンペドロ・マルティンスは1594年にマカオに到着していたがスマトラ島に逮捕されているマカオ司教のレオナルド・でサに代わり司教職を取り行っていた。そのマルティンスにより 1596年、5名の除海志願者らと共に除海され、日本司教一行は8月に長崎に上陸した。バリニアーノはローマ派遣から戻ってきた天正圏王少年施設とゴアで合流し、1588年6月、マカオに到着するが、87年のバテレン追放令を知り土日を延期。追放令は、 厳格に適用されていないことも伝わっていたが、イエズス会の行為の宣教師のままでの土日は避け、ポルトガルインド複合施設として、秀吉に面会し、事態の打開を図ろうとした。日本側での受け入れ可否を確かめた上で、1590年7月日本に渡り、訪問の際の通訳として、ロドリゲスを選んだ。それまでバリニアーノの通訳は、ルイス・フロイスだったが、 年老い、病を得たため信任されたのであった。バリニャーノは正式な大使ではなく、再び選挙をしに来たのではないかと疑われていたが、1591年3月、豪華な贈り物も、こう奏したのか、一行は、呪落大で、秀吉から例にない艦隊を受けた。通訳に当たったロドリゲスは、秀吉の真を取り分け受け、別の日に一人で呼ばれて、 親しく語らう機会を得た。秀吉は、インド復興への返礼品について話し合い、その後の観覧は夜にまで及んだ。バリニャーノが九州に戻った後も、編書の協議のためとしてロドリゲスは刑に止めさせられた。秀吉は、所要で刑を離れて戻ってくると、再び、イエズス会への態度を悪化させた。さらに、 バリニャーノは一度も離日していないという噂を耳に、すると、選挙し追放徹底を考え始め、インド副王への返書にもその胸をかかせる。しかし、同年8月に、ポルトガル船の荷物を取り押さえようとして失敗する、事件があると、イエズス会の不在が、ポルトガル貿易に影響が出ることを知り、京都書次第の前田原義の仲介で、 ロドリゲスが取り成したのを受けて、疑いを説いた。編書の内容を温当なものに修正する求めも、つつがなくなされ、ロドリゲスは、半年の在京を終えて、長崎に戻った。この訪問は成功と言えたが、追放令は破棄されず、イエズス会の存在は、未だ辛くも黙認されたに過ぎなかった。この後、ロドリゲスは離日まで、 大将の権力者との交渉に当たってゆくことになる。1592年、秀吉が朝鮮侵攻の指揮のため名古屋に到着すると、選挙室追法令が厳格になされていないことが知られるのを恐れた、イエズス会では、ロドリゲスとポルトガル船長を名古屋に訪問させた。秀吉はそれを喜び、1月の間名古屋に止めさせた。ロドリゲスは病を得て、 長崎に帰るが、秀吉がそれを知ると、名古屋で治療できただろうと憤慨し、製薬院全集がロドリゲスは、西洋人なので、かの地の両方でなければ効果がないのだと取り出したという。1593年、ポルトガル船が長崎に着くと、船長らを引き連れて、名古屋を訪問し、艦隊の席で黒人のダンスや、西洋楽器演奏などが披露され、大変強がられたという。 この時、徳川家康や前田玄良と面会し、キリスト教の教義や仏教の天体論と異なるキリスト教の天体論を解き、修論を争わせた。家康は前奏のいる前でロドリゲスの話を聞き、それらが論理的であると表し、追放令が解除されるまで自身の領地で秘密裏に生活することを認めたという。また、 大型船に鉄鋼をかぶらせた船を何隻も目撃したという。1594年と95年にも秀吉を訪れる。特に95年には絹の小袖を贈答に用いよと送られ、加えて中国から絹を輸入するよう依頼され、必要な代金として2000国を与えられた。これはロドリゲスのキート貿易として最も早い記録である。ロドリゲスは 1595年にマカオに出版し、96年、司祭に除海されて、日本に戻る。同時に土日した日本司教マルティンスは到着以来、司教職の職務に追われていたけれども、インド複合大使の資格によって飛びしたため、同年11月、完成したばかりの伏見城において、秀吉に、千年の国書の返礼を報じた。 ロドリゲス帰国直前の1596年10月、サンフェリペ号事件が起こっていた。この事件が進展してゆくうちに、秀吉は宣教師たちが、スペインの日本征服の梅雨払いであることを確信し、宣教師らの逮捕を命じた。そこで、近畿にいた、フランシスコ海士とフランシスコ海、イエズス海の日本人同宿、一般信徒の合わせて24名が逮捕され、 支中引き回しの後、1597年2月5日、長崎において処刑された。1598年9月18日、秀吉が死去する。26成人殉教事件に伴い、1597年、再度の追放令に接し、日本を退去し、ゴアへ向かう途中死亡したマルティンスに代わり、日本死去となった、ルイス・デ・セルケーラが、 三度目の日本訪問となる、バリニャーノと共に、8月5日に、長崎に到着する。追放令発令直後の司教といえずスカイ、巡回し来日が不評を買うのを恐れて、司教らはロドリゲスをなしろとして、船長らを伴わせて訪問させた。9月4日に、伏見城で単身に呼ばれたロドリゲスは、病床の秀吉を見舞う。翌日にも呼ばれると、秀吉は、 ロドリゲスの訪問を喜び、最後になろうことを言う。ロドリゲスは、四季の迫った秀吉に、キリスト教の教義を解こうとするが、秀吉は答えず、話を変えた。秀吉の死後、イエズス会は有力な大名に、イエズス会保護を訴え、追放令撤回はされなかったが、石田三成や徳川家康から存在を任用される。石田三成や、 キリシタン大名の小西行ながらは、関ヶ原の戦いで敗れ処刑される。徳川家康は、フランシスコ会の関東選挙を容認して、スペインとの通行を目論んだが、ポルトガルとの貿易も維持しようとして、イエズス会にも在住を認めた。これらの交渉役は、もっぱらロドリゲスが当たっていた。1598年の末、ロドリゲスは、 イエズスカ日本管区の会計係に任命される。1601年6月、教皇への従順を誓う、最終正願を立てる。これは、ロドリゲスが開始として高く評価されたというよりも、会計係の重要性の高まりから、行為の宣教師がつく必要が生まれ、ロドリゲスが正願を立てる許可を得られたと見られている。会計係となったばかりでなく、1601年には、 家康とポルトガル商人、イエズス会との直接交渉役も命ぜられ、家康の貿易代理人として、ますます重要性を高めた。家康とフランシスコ会の接近に、キリシタニ容認とイエズス会の地位低下の危機の予感を得た、イエズス会は、1606年、日本司教、セルケーラが伏見でイエズの越見を受け、翌年には、イエズス会日本副官区長パシオと共に、 駿府の家康と江戸の秀忠を訪問する。どちらでも厚遇を受け、キリシタン近世の解かれる日も遠くないことのように思われた。当時の日本副関区では、日本やポルトガルでの宣教保護から十分な資金を得られなかったため、マカオイコール長崎間の貿易仲介によって必要な資金を得ていた。貿易の不安定さによる収入の低減と、 副官区の体制が整うのに伴い増大した出費と日本での保護者への贈答品にかかる費用によって副官区の会計は慢性的な赤字でありロドリゲスは貿易によって得られる利益の拡大に力を入れていた秀吉や家康などからの依頼による貿易代行がそれであるが他にもキートの価格決定への関与などへも精力的に関わったその一方 これらの商行為や政治への関与は強い反感と反発をもたらした。イエズス会では、生成を乱すとして、かねてより商行為への関与は否定的に見られており、強い制約が与えられていた。その制約が緩和され、ますます活発になるのを見るにつけ、貿易を容認する日本館苦情部に、イエズス会総長や教皇からの圧力を求める声が上がった。貿易は、 宅発修道会から特に強く批判され、周囲の大名は、ロドリゲスの政治介入について批判した。長崎奉行の長谷川藤弘と、長崎大官の村山一康らによって、ロドリゲス排除が試されるなど、立場が次第に危うくなっていった。1609年、ノ佐セニョーラダ・グラサ・ゴの一件が起こると、長谷川藤弘と、村山一康は再び布告し、 ついに1610年、家康の命により追放されてしまった。ロドリゲスは日本にいる間に日本語文法書の執筆に取り組み、1604年に印刷が始められ1608年に印刷が集結した。これが日本文典である。ラテン語学における伝統的な文法体系に基づいて日本語の文法を整理しようとしたもので、 イエズス会の選抜の文法書を下敷きにしつつ、独自の観点で、ラテン語文法の枠組みを日本語に見合うように拡張もしている。ロドリゲスが多忙の中で、どのように執筆したか、また、ロドリゲスがこの文典を編むにあたって、教養のある、日本人が協力したと強く推察されるが、それはどんな人物であったのか、印刷になぜ遅れが出たのかということについて、 つまびらかでないが、経済的な困窮やロドリゲスの多忙により、現行が完成していなかったかなどと考えられている。日本を追放された後のロドリゲスは主にマカオに住んだ。1612年に没したフランチェスコ・パジオの異名に、従い、ロドリゲスは1613年から1615年にかけて、中国各地を視察して、日本と中国で、 共通のカテキズムを使用できるかどうかを調査した。ロドリゲスは、マテオ・リッチが翻訳したカテキズムを読み、そこに多くの誤りがあることを1616 16年の手紙で指摘した。日本のイエズス会宣教師は、キリスト教の神を意味する語として、ラテン語、デウスそのままを用いていたのに対し、リッチの翻訳では神を、上帝天使を、天人のように、 受教用語で呼んでいた。ロドリゲスの考えではこれは誤りであり、中国でも日本と同様にラテン語をそのまま使うべきであり、従来の著作は全部書き直すべきだとした。ロドリゲスに遅れて日本から追放されて中国へやってきた宣教師もロドリゲスに賛成した。当時の中国宣教師を率いていたニコロロンゴバルドはロドリゲスの意見に賛成であったが、 この提案は多くの賛否両論を読んだ。1623年に大神慶教流行中国碑が見つかったが、その中でキリスト教の神を意味する語にシリア語の音訳を使っていた。ロドリゲスはこれを自分の正しさを証明するものと考えた。1627年に家庭でこの問題に関する会議が開かれた。その結果、と定められた。 この結論は、ロドリゲスの意見からは、かけ離れたものだった。数定年間に、女皇系は、満州族の攻撃に対して、西洋の大砲が有効であると進言した。ロドリゲスは、数定元年に、マカオから北京へ大砲を運ぶ一体に同行した。途中のタク州で、本大寺の軍隊に会い、これを撃退するのに大砲が効果あったとされるが、東昇神、キ一チは、 記述が誇張されているのではないかという。一体は、数定3年1月3日に、北京に到着した。その後、もっと大規模な西洋の軍隊を派遣する進言が、なされたが、路長流が反対したために中止になった。すでに300人ほどの鉄砲隊が、南章まで来ていたが、中止の知らせを聞いて引き返し、ロドリゲス一人が報告のために、北京に赴いた。 1630年に、ロドリゲスが、東州で順部の孫元家の軍事顧問をしていた時、朝鮮からの施設である帝都元に会い、国王の人祖へくれないエビス法、地里鏡、自名書などの器物や書物を送ったことが、国朝法官に記録されている。ロドリゲスは、1633年8月1日、ヘルニアの悪化により、マカオで死去し、 セポール天主堂跡に埋葬された。ロドリゲスの著作としては、ポルトガル語で、日本語文典、日本語小文典、日本教会誌があり、内前2作が刊行されている。日本教会誌も刊行するために執筆を開始した。ものの、完成することなく、ロドリゲスが没し趣向も分散し、一部は隠滅した。ポルトガル語の教育を十分に受けていなかったため、 書体や習字などのまずさについて、しばしば断っていた。ロドリゲスは、しかし、日本のことには精通しており、自負もあって、その記述は細部に及んでいた。大公会時代当時の宣教会は、現地民教計にあたっての必要性から、多くの文法書を編纂刊行している。ロドリゲスは二つの文典、すなわち言語指南をものしている。 まず1604年から1608年にかけて、刊行された、日本語文典と1620年刊行の、日本語小文典があり、イエズス会の日本研究の域を集めたものとも、なっている。日本語文典、日本語小文典と対比して、大文典とも呼ばれる。1604年から8年にかけて、長崎で刊行された。出版時の表題はアルテダ、ある手がリンゴアでオパムである。 オックスフォード大学、ボドレアント書館とイングランドのクロフォード博科に伝わる。内容は三部に分かれ、第一巻は、形態論、第二巻では、品種論を解き、第三巻で、文体や故障などを扱っている。その説明は、宣教言語学において、一般的であったように、ラテン語学の枠組みに基づき、形態論的な問題を中心としてなされる。また、 支配層を通じて布教しようとしたイエズス会にとってまた支配層との折衝に特に当たっていたロドリゲスにしてみれば実用文法書には天下な文体や簡易や通称をどのように使いこなすかという問題が取り扱われて叱るべきものであった。永遠和がある。土井忠夫によって日本語に翻訳されている。 日本語小文典1620年にマカオで刊行された。出版時の表題はアルテブレーベダ・リンゴ・ア・ヤポアである。ロンドン大学オリエントアフリカ研究所とポルトガルのアジュダ公共図書館に伝わる。日本語文典と同じく三巻に分かれるが取り扱う事項の配列に差がある。日本語文典が詳細を極めたものである一方、本書は初学者のために 簡潔に示すことを目指したものである。そのため、ただ大分点より簡潔であるというだけではなく、その後の研究成果も盛り込まれ、また、大分点より明確に書かれている箇所も少なくない。永遠和がある。本国としては、がある。パリ国立図書館に所蔵されていた写本をもとに、ランドレスによってフランス語に省略されたが、語訳や、 日本語の綴りの不適当な処置などが目立つとされる。その一方、漢本の気象の中比較的普及し、キリシタン資料の価値が見出される起源ともなった。その他、全役として、前述の日の広しの他次のものがある。日保辞書編纂について、日保辞書について、その編纂は、一人のパーデレが、幾人もの日本人と共に当たったとされ、個々人の名は、 日ポ辞書に明記されない。そこで、イエズス会の中で日本語の第一であったロドリゲスが、返産の攻めに当たったとする見解が生まれたが、ロドリゲスの関与を示す、同時代の記述は全くなく、また、ロドリゲスが日本語文典で取った日本語記述の方針と、日ポ辞書における方針とで相反することが多く、強く否定されている。イタリア人。 イエズス会イのダニエロ・バルトリのイエズス会イには根拠不明ながらポルトガル人司祭のフランシスコ・ロドリゲスがその任に当たったと記されているがフランシスコ・ロドリゲスは保養も含めた日本人所管制以前に離日しているといい編纂の実態を明らかにしうるに至っていないイエズス会本部より日本の教会の歴史をまとめる要請要があったものでそもそもは マテウス・でコーロスが認じられていたものを、彼が辞退したために、ロドリゲスが、任に当たることになったものである。そこで、改めて、ロドリゲスと、ハラマルティノに、命が下された。出版の手はずが整えられるはずであり、上書も作成されたが、結局刊行されることはなく、写本のみが残された。大部分が、アジュダ公立図書館に残る。全訳は、がある。 ただし、クーパーのものは、第二章、第二部を書く。ロドリゲスは、日本語能力を買われ、通訳として、豊臣秀吉や徳川家康をはじめとする支配者との交渉に関わっただけでなく、イエズス会において特に好意のものに許された、最終請願をも立てた、修道士であり、日本管区の経営にも深く関わった。また、 その随一の日本語能力から文法化としても重要な著作を残している。船井司教区は1588年1月、日本列島を管轄として設置された。初代船井司教のセバスティアン・モラエスはイエズス会イであったが、着任前に洋上で病死していた。船井のキリスト教と共同体は1587年に、 破壊されており、着任した司教は南本では、長崎を拠点とし、日本司教を名乗った。以下でも日本司教と呼ぶ。クーパー109、かかる弾圧の中、イエズス会が、この一件につき大きな損害をこむらなかったのは、秀吉が、ロドリゲスや、オルガンティノらに、ルイカが及ばないよう、石田三成らに配慮させたからであるという。このことについて、 フランシスコ会からは、ロドリゲスらポルトガル保護家の修道会ポルトガル人、宣教師が、スペイン保護家修道会への反感により壊滅を図ったのだとされた。クーパー136、150、52、ドイ、通時137。この追放令にはロドリゲスが除外されていた。ドイ、通時137。マルティンス日本司教助人と同時に、 同教科補佐司教に任命されていた。クーパー109イエズス会では、会計係は助手師など、会の会師が務めていたが、とりわけ、日本管区と日本との貿易基地として、経済基盤を得ていたマカオに中心を置く、中国管区のような、経済活動が、会の維持に大きく関わってくる、不況地において、異例にも、最終請願を立てた司祭が用いられるようになる。 高瀬52021。豊臣秀吉の頃からの長崎奉行、寺沢弘隆は、以前から、家図ス会と関係があったが、いつも、態度を一定させなかった。関ヶ原の戦いが終結した後、家康の派を認めない島津氏の追悼を命ぜられ、その行により長崎の大村領を望むも、大村、有馬領主の反対を受けて実現にしなかった。 これを、ロドリゲスの妨害と考えた寺沢は残訴するも、かえって武行の地位を追われることとなった。これにより武行は交代し、長崎の管理は、名古屋出身の商人で大官の、村山アントニオというイエズス会に親しい人物に、握られることになった。また、ロドリゲスは、長崎武行を通さず直接家康スと交渉することを、認められた。 クーパー195-97、199-202。この中で、ロドリゲスかと思われる人物が、通字バテレンと呼ばれている文献が知られる。土井、通じ147-49。村山ひとしやは、イエズス会を離れ、トミニコ会に接近したという。クーパー258-59。ボクサーは、金銭的な不足があった時期ではなかったとして、ロドリゲスが、 会計係を担っていたことに理由を求めている。ありがとうございます。